こんにちは、よしみです。いつもチャンネルをご覧くださりありがとうございます。寒い毎日が続いておりますが、皆様体には気をつけてお過ごしください。前回の大の大冒険、ハドラー対大バランの親子対決が続いていたんですけれども、ハドラーの中には黒のコアが仕込まれているということも分かり、その危機的な状況を打開すべくバランは、秘策に打って出るわけですね。ダイをラリフォーマーで眠らせているうちに、バランがハドラーと戦おうという場面だったんですけれども、バラン、ハドラー、そして黒のコアはどうなるのか、本日は第55話を見ていこうと思います。黒のコア、こちらのバトルね。ワーム対フロック、ヒム対ヒュンケル、こうなりますか。やっぱりポップ？マジですか。あんな顔面で、正面で受けたら痛そう。おお、すごい肉弾戦だ。効果音がすごいね、なんか。すごい低音の効果音がすごかった。ズボンズボンって。うわ、刺さらない。すごいよ。なんだっけ、大胸筋でしたっけ。強いね、バラン。お父ちゃん。また顔面パンチ。圧倒的に強いよ。強いね、バラン。どうなるどうなる。なんか刃物出してきた。うわ、ぬんなぜ。うわあ、ミストさん、獣の巣を息子がかかってるからね。うわ、ついに黒の子は、ハドラーかわいそうよ。ミスト、言ってやって。その小指で。ミスト、どうする。ん？もう飛んだ。なんか赤くなってるけど、おお、ハドラーの汗が。うお、この緑は、やはりか。黒の子はどうなるの。
おー、ハドラー、ついにここまで。せめてハドラーが息絶えた後でよかったね。黒のコアが発動するのが生きてるうちだとちょっとむごいもんね。何？バラン、何ですって？チャンスをぐーっと出した。お、あんな感じ。なーに、やりよるよ。あ、ハドラー意識ある。あー、ハドラー死んでなかったんだ。ここで暴かれる真実。うわ、屈辱だよ。知ってしまったね、ハドラ。バーン様なのよ。よかったね、本当のことが分かって。あー、泣いてるよ。うわ、屈辱。おお、悲痛だね、これは。ちょっとだいぶ同情するね、ハドラ。そういう以前の問題でしょうよ。黒のコアを仕込んでんだから。じきじきに。マジですか。ミスト早い。もぎ取る。うお、そんなつながっちゃってんの。来た来た。ここでハドラーとミストの関係性が。バーン様のため？そういうことね。そう。なんかミストさ、このマントの中になんか隠してるもんね。うわ、なになになに？おお、何ですか？よろしいですね。ミストバーン。いやー、ついに。この人もちょっと魔族と人間っぽいね。ミストバーン、どういう
力これ、うん、あーそうなんだ、まさか、なんかここでミストの秘密が、黒の子を作ったものの魔法力、作ったもの、誰だっけ、うん、とてつもなく危険よ、撤退撤退、あ、ヒムめっちゃ軽くあしらわれたよ、ヒュンキル瀕死じゃなかったっけ、うわ来た来た、あーメルル、メルルもすごい力だよね、これ全部分かってるっていう、こんなに地震が起きてんの、メイド、誰、誰ですか、新しい人、なんか女性だったよね声は、この仮面といい、この人間っぽい姿といい、ミストバーン、いやー黒の子はどうなんの、どうなんの、お、でもねバランはなんかね一回生き延びてるし、なんかあるの、うわー来た、うわ、凄まじい爆発。うわ、地球が。あ、戻ってきた。うん。あの力。こうあれだったね、バトルっていうより核爆発みたいので葬ったんだね勇者たちを、地上そのものが結構すごい衝撃と余波なんだね、悪魔の目玉出動、ちょっとどういう規模の爆発だったか今一つまだ分かんないんだけど、おー生きてるし、お生きてるやん、ちょっと黒のコアの威力がなんか弱まったんじゃない、ぬふふ、さすが、パイセン。すっごいナイス判断だね、一瞬で。新劇団やられた？むき出しになったのね。もうこういう感じか。なんかドラゴンボールで見たあのなんだっけあそこ似てる、どうなったどうなった、被害規模は、あーこれが、おー、いやー
今回も熱い回でございましたね。何も知らずに戦っていたハドラー、もうついにはね、そのハドラーが感極まって涙を流すところまでやりましたね。なんか思わず涙しそうになりました。あまりにもね、ハドラーのその戦いへの思いと、その自分が駒のように扱われたことへのその屈辱に対しての、まあ、悔しさというか、そういうものがね、すごく共感を呼びましたよね。そしてなんと今回ミストがついにその素顔をあらわにいたしました。まだまだこんなに面白い展開がいろいろ待ってんだなと改めて思いましたけど、あのミストは見るからにね、ちょっと人間っぽい雰囲気もかなり強かったので、もしかしてまた魔族と人間のハーフとかそういう感じなのかっていうことも思ったりしながら、まあ、あの黒の子を作ったものの魔力を受け継いでうんぬんとかね、その辺のこともちょっと匂わされてましたけど、バーンとの関係性とかミストがミストたるゆえんとか、そういったものはまだ楽しみですね。そしていよいよ黒のコアが爆発してあらわになったバーンパレスの全貌、空から見下ろすとあんな形だったんだとね、いうことでしたけど、無事生き残ったポップたち、そしてダイとバランはどうなったのかというところも気になりますが、それではまた次のリアクション動画でお会いいたしましょう。皆様コメントやグッドボタン、チャンネル登録ぜひお待ちしております。ではでは。本日もチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。皆様のグッドボタンやコメント、チャンネル登録のおかげで動画を更新できています。メインチャンネルでは様々な歌ってみた動画や弾き語り、 Apple Music、Spotify、その他配信サイトでは作詞作曲、編曲、すべて自身で行ったオリジナル曲を配信リリースしています。 Twitter、Instagram もチャンネル概要欄からぜひフォローしてくださいね。お待ちしております。